さて次です。佐賀県嬉野市の肥前夢街道で人気を支えてきた忍者の頭目剣玄三さんが今月引退しました。15年の忍者人生、最後の1日に密着しました。佐賀県嬉野市の忍者テーマパーク肥前夢街道、からくりが隠された忍者屋敷で繰り広げられる将棋、子どもたちは大興奮です。ちょっと怖かったけど楽しかった。なんか楽しかった？なんか出てくるのとか、うん、戦いが、黒い服の男の人がやられて、うん、狐をかぶった人が出てきて、うん、帰っていった。将来何になりたいですか？忍者。ショーの主役を務める夢街道の忍者の象徴的な存在が頭目の剣玄三さんです。いた。分かった、振ってますね。おはようございます。おはようでござる。よろしくお願いします。いや、早速やってましたね。もう好きでね。好きでやってます。まあ、お客さん、ここ嬉野の入り口なんで、忍者がいるよというふうにね、認識してもらいたいなと思いましてね。はい。開園の1時間前、週末はいつもこうして嬉野にやってくる人たちを出迎えます。結構お客さん窓開けて、夢街道どっちって、あっちってそうそう、結構言われるんですよ。実はこの日、頭目は特別な思いで交差点に立っていました。私がいつも平常心が思ってやるとやってますんで、なかなかあんまり今日が最後というのは思わないようにしてます。でも寂しいですね。やっぱりちょっと考えると、ちょっと考えても寂しいですね。15年の忍者人生、最後の日です。御年51歳、体力の限界を感じ引退を決めました。おはようでござる。忍者の仕事は実はかなりハードなんです。午前9時、開園と同時に続々と家族連れが来園。じゃあ何歳でしたか？落車でしたか？もう1年生？それじゃあ今度1年生？今幼稚園？もうすぐ1年生か。ああ、よかったね。もうすぐ1年生か。ちびちびやな。ちび忍者ですね。ちび忍ですね。よし、行くぞ。はい、おはようでござる。おはようでござる。頭目にとって最後の忍者アカデミー開校です。よし、じゃあお父さん、よし、はい、行くぞ。みんな手裏剣投げれるか？投げれる。9年前、頭目が作ったこのアカデミー、子どもたちに大人気で、週末には30人以上が受講します。メインは何といっても忍者ショー。このショーも体力勝負。忍者たちは一人で何役もこなさなければなりません。私が例えばオンって言って後ろ開いたでしょ、でくの字ここを触ってんの、こうして、あの女の子が、なるほど、それが本当に忍者2人でやってるんですよ。照明も音響も全部2人です。忍者ショーってんだ。あの上からはしご降りて、私が落としてる。あ、ここです、音響が。で、間違うごとこうくの市がね、こう書いてるさ、番号ですね。間違うからね。そうですよね、セリフとかで。音響、照明、客の誘導など裏方の仕事もすべてショーに出演する忍者たちがこなします。そしてショーが終わるとすぐに手裏剣吹き矢教室。しんどい、やっぱり引退やね。そうそう、きつい、引退。体力の限界ですよ。今取れた？ちょっと見せろ、それ大事な確認だね。最後のアカデミーには常連のちびっこ忍者も駆けつけました。はい、忍者。
13回目。東木兄弟引退で知ってる、うん、あの源蔵さん、うん、知ってる知ってるし、今日はそれ、うん、源蔵さんがいなくなるっていうのを聞いてから、なんか寂しい。一番いろんな忍者おるけど誰が一番好き？一角さん。あ、一角さんね。今日もないね。1990年にオープンした肥前夢街道、江戸時代をテーマに当時の長崎街道を再現した施設でしたが、徐々に来客数が減少。2009年、再起をかけて掲げた経営方針が忍者を前面に押し出すことでした。忍者村となってからは来客数は右肩上がり。東木はその立役者でした。まあ、シンボルというか、まあ、象徴というかですね、まあ、まあ、そういう親分気質なんでですね、まあ、そういう親分がいなくなるのは、まあ、みんな寂しいんじゃないですかね、はい。言ってしまえばもう夢街道のお父さんの存在なんですよね。どこ行ってもお父さんになるような、本当寂しいですね。はい、忍者ショーこちらですよ。まもなくの開演です。夢街道のお父さん剣源蔵頭目の最後の将棋はたくさんのファンや OB が駆けつけました。最後のショーが終わりました。約15年間、ね、忍者という仕事をさせていただきまして、私の人生の中でとっても素晴らしい人生です。まだまだ夢街道続きますが、応援よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。もうこれ見れないんだと思って涙は止まりませんでした。これから残された人生では、いかに東北に教わったことを生かして頑張っていくかなと思う。最後の東北の賞いかがでした？はい、最高でした。もう東北はもうずっと相変わらずでですね、うん、アドリブというか、あの表記にそれを表せていただいてですね、すごく本当楽しかったです。あんま信じられない、また来た時に来たかって言ってそうな。楽しかったです、うん、本当にね、あの場面場面が進むにこつれてこう終わるじゃないですか、だん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 、そしたら、あ、本当に終わってくるんやなと、一歩一歩がですね、本当重たい一歩になって、幸せな人生だと思います。忍者として全力で駆け抜けた15年間、世を忍ぶ仮の姿は見納めです。さらば東木、ありがとう剣源蔵。サービス精神旺盛でとっても優しい忍者、ねね、15年間本当にお疲れ様でしたと言いたいですね。鳩、ね、がありますよね、はい、でもその志はきっと弟子の皆さんがしっかり受け継いで盛り上がっていってくれることだと思います。